都城大丸、すでに解体されている。都城大丸は、宮崎県都城市で、地元資本の大浦株式会社が経営していた、百貨店。全国各地に、同名の百貨店、大丸を運営する、大丸松坂屋百貨店とは一切関係ない。2011年1月3日、宮崎地方裁判所に、民事再生法の適用を申請し経営破綻。 翌4日から休業に入っていたが、2012年2月10日、破産手続き開始が決まった。戦前の大村五福店を母体として、1956年に、都の城市中心部の中央通りに、都の城大丸として開店した。長く、都の城市唯一の百貨店であったが、その後近くに、地元資本によって、中村デパートが開店し、 宮古野城市の中心市街地である中央通り商店街の前世時代を築いた。他の大型店との競争が激化し、中村デパートなどが次々閉店に追い込まれる中、宮古野城市の中央通りに残る唯一の大規模な店舗として中心市街地を支えていた。宮古野城大丸を核とする宮古野城市の中心市街地の前世期は市民がバスを 市外の住民が鉄道を利用するのが主流であった。市外から進出した店舗に対して地元店が圧倒的な力を誇示していた。1960年代であろう。中央通りという名称も国道10号の拡張整備が行われ、中央分離帯とアーケードが完成した1963年に付けられたものである。1970年代に入ると都の城市に 市外から大型店が進出し、市外資本との競合時代が開始した。まず進出してきたのが、都の城駅前土地区画整理事業の完成を待っていた立花百貨店都の城店と、区画整理区域の東に隣接する須藤製市の用地の半分を購入した大宮都の城店である。中央通りにおいても、それまで2階建ての店舗で営業していたことぶきや、都の城店が、 宮古の城大丸の道路向かいに店舗ビルを新築し移転した。これに対抗して宮古の城大丸は売り場面積を14,615平方メートルに中村デパートも13,037平方メートルに増床し迎え撃つ体制を整えた。NHK 全国放送の激戦地を探るで全国一致の大型店激戦地区として 放送されたほどの盛況ぶりであった。最も早く撤退したのは、立花百貨店宮古の上店で、わずか数年間の営業であった。閉店が決まった後、店舗の引き受け店が探され、最終的に朝日火星サービスが進出することとなり、1975年10月に開店した。その後、約20年間にわたり、宮古の城大丸、中村デパート、 ことぶきや都の上店、大英みの上店、朝日火星サービス都の上店の5店が競い合う状況が続いた。この段階で、最も繁栄していたのは大英で、その最大の武器は、800台前後と推定される大規模な無料駐車場であった。旧立花百貨店を受け継いだ朝日火星サービスには、十分な駐車場がなかった。中央通りにある三大型店のうちでは、 宮古の城大丸が最も広い駐車場を有していたが、規模的に大英には全く及ばず、駐車には商品券を購入すること等が必要であった。中心市街地では無料駐車を許容すると店舗に関係のない無断駐車が増えやすいためである。2002年まで旧宮古の城ことぶき屋百貨店であった、宮古の城 IT 産業ビル。大丸の正面に立地。センターモール。 2018年より、都の城市立図書館として利用されている1990年代に入ると、上記5点のうち2点が消えることとなる。朝日火星サービスは取り壊され、跡地はゲームセンター、セガワールドとなった。また、中村デパートは、百貨店事業からホテル業へと業態転換し、メインホテル中村となった。この時点では、中心市街地に、 ことぶきや都の城店と都の城大丸が残っていたが2002年にことぶきや都の城店は親会社の民事再生法申請によって閉店。その結果、ことぶきやは2006年末より全館が大型オフィスビル、都の城 IT 産業ビルとなり、都の城大丸が残るだけとなった。中心市街地が大英に対して苦戦している状況を受け、都の城市は、 都の城大丸を含む一帯を中心市街地活性化の重点地区として土地区画整理事業を実施し中心市街地の再開発を進める方針を決定した土地区画整理後の間地に集会施設都の城州ウェルネス交流プラザとウェルネスパーキングを建設するこの動きを受け都の城大丸もそれまで平面駐車場として利用していた 店舗裏の用地を活用し、整理後の勘地に新たにセンターモールを建設して2004年にオープンさせ、隣接地には立体駐車場を整備した。なお、当初はより高層の店舗を建設する計画もあったが、右予曲折を経て2階建てモールに落ち着いたものである。この中央東部土地区画整理事業は2005年に国土交通省から大臣省によって表彰されている。なお、 国は市内に点在していた施設を中心市街地に集めるシビックコア計画を進め2003年に中央通りの一角に都の城合同庁舎が完成しているその後都の城市の商業を動かしたのはイオンであるまず2003年に市南部にイオン都の城ショッピングセンターがオープンしたさらに2008年には都の城駅前の大映がイオンモール 宮古野城駅前として再生された。この結果、宮古野城市の南と北で大規模な無料駐車場を有するショッピングセンターが郊外客を吸引するという構図が出現し、本来の中心市街地である中央通りまで来る顧客が大きく減少した。確かに、センターモールがオープンした当初は若者を集める効果が見られ、宮古野城大丸の投資に加え、周辺では共同で、 商業開発も行われていた。しかし、都の城大丸や都の城市を中心とする、中心市街地活性化への努力が、どの程度報われているのかに関して、疑問を持たざるを得ない状況へとなっていった。大浦社は、センターモールを閉じるなどして、経営再建に努めたものの、結局、2011年1月3日に、関係会社の株式会社、大丸ともの会とともに、 宮崎地方裁判所に民事再生法の適用を申請、翌4日から休業に入った。これに伴い、宮古の城大丸の商品券に加え、大浦社発行の全国百貨店共通商品券も全国で利用できなくなった。従業員は15日付で、残務処理にあたる一部を除き解雇。再生スポンサーが選定され次第、そのスポンサーの下で、 事業の再生を図る方針であった。しかし、新し年竹噴火や東日本大震災などの影響で経営環境がさらに悪化したため、スポンサーを決めるのが難しくなり、同年12月28日に民事再生手続きを廃止。翌2012年2月10日、宮崎地方裁判所から破産手続き開始の決定を受けた。負債総額は、 大丸友の会の分も合わせて約46億円。ありがとうございます。